次に千葉誠司議員の質問を許可します。千葉議員。有山議長のご留守を受けまして、一般質問の機会をいただきまして、心から感謝を申し上げます。私は最初のアンカーです。私の前に27人の議員さんが全力疾走されました。私はアンカーですから、間違っても転んだりしないようにですね、最終のアンカーの役目を務めたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは貴重な時間ですので、早速本題に入ります。浸水対策に伴う抜本的な計画、白書の構築について、この浸水対策については、数多くの議員の皆さんがあらゆる角度から論議をされました、質疑されました。私は一度はやはりこの市を中心とする理事者が重い荷物を背負う、要するに抜本的な計画、事業費、事業費の捻出、事業期間、そのものを市民に約束をする、そのことをなくして、私は事業が前に進まないと思います。ということで、もうだいぶ集中豪雨が随所で起きましたから、もう全市的に弱いところ、強いところがはっきりマップ化されたはずであります。そういうことで、その辺の抜本的な計画、白書のそういうものがあるか否か、まず問いたいと思います。次に、天満川浴道整備の新築条件について、これは、北葛葉、葛葉中町地域で、今まで自治会から長年にわたって要望されてまいりました。前の市長からの引き継ぎ事項であります。で、私もこの場で何度となく、理事者の見解を正してまいりました。ようやくその進捗が問われるような時期に来たように思います。その現況の状況を正していきたいと思います。3つ目、新名神高速道路にかかる併設橋及び側道の実現に向けた環境整備についてお尋ねします。これは平成7年に阪神・淡路震災が起きました。名神高速道路が大渋滞しまして、6400人強の尊い命が震災で奪われました。もし、名神高速道路が渋滞がなければ、多くの人命が救われたと言われました。震災は1月ですから、7月にこの新名神高速道路の構想が、バイパス構想、災害道路としてですね、立ち上げられたんです。それからもうかれこれ年明けると19年になろうとしています。凍結だ、見直しだ、なんだかんだ出たり入ったりしてですね、ようやくまた再開ということになってきましたけれども、私も一貫して、この問題は議員になってもう19人になりますけれども、一貫して訴えてまいりました。この6月議会でもこの問題に触れまして、調査委託をするという前向きな答弁をいただいていますから、この調査の内容、さらにまた、新名神高速道路本体の現状を合わせてお尋ねしたいと思います。次に、道徳教育の成果と将来展望についてお尋ねします。これは今の南部教育省の大先輩の中野和夫教育所時代に、私もここに何回も熱弁を触れさせていただきまして、子どもは
小さい時ことの善悪を教えないと遅いと、見過ごの魂100まで3歳まで決まるんですよということをここで訴えまして、白方教職組合と中井教育所が大変な努力をされまして、平成10年に導入されましたワン単位です。小中学校同等教育もう15年もなりますから、そろそろ一定の中間報告をまとめられて、この至って次のステップアップするという時期ではないでしょうか。そういうことで、その成果と展望について問いたいと思います。次に行政の事業展開にかかる問題点についてただします。これまで滝井市長になられてからもう6年半、もう7年目に入ってきてるわけですけれども、何かあかんか行政展開を見てますと、場当たり的で中途半端な考えしになりません。後ほど何が中途半端か具体的に2、3例を申し上げますから、あ、なるほどということになると思いますので、そのような状況ですから、その事業展開に至る方法、プロセスをお聞かせいただいて、私なりに判断をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。最後に、ラグビーの町、枚方としての認識について、ご承知のとおり、枚方市は、常翔慶光学院高校、東海大学附属行政高校の二枚看板の全国的に強豪のラグビーの高校を輩出しています。また、今回、第93回を数える全国高校ラグビーフットボール大会が、また花園に行われますけれども、大阪代表でめでたくまた、枚方の東海大学附属行政高校が出場することになりました。また皆さんも一つ応援を頼みたいと思いますけれども、そのまず戦績についてお尋ねしておきたいと思います。これで第1回目の質問を終わります。片岡下水道部長。抜本的な浸水対策に伴う計画白書の作成についてお答えします。本市ではこれまで下水道法に基づく事業計画により、感染環境の整備やポンプ場の改良工事等を実施してきました。その結果、現在の雨水の感染環境の整備率は約 40% であり、残りの雨水施設を整備した場合には、概算ではありますが、約1000億円と試算しております。このようなことから、国の交付金などの補助制度を活用し、財源の確保に努め、計画的な下水道事業の推進を目指しております。なお、平成25年4月に中期計画として、枚方市下水道事業経営計画を策定し、それに基づき整備を進めているところです。また施設整備に加えて、浸水に関する情報を取りまとめた内水ハザードマップの公表に向けて、その基礎資料となる浸水想定区域図を作成中です。引き続き内水ハザードマップの市民への情報提供方法や活用方法などについて、関係部署と協議検討を進めてまいります。小山土木部長。天満川緑道整備の進捗状況についてお答えいたします。天満川緑道は自然巡回路の一部として、計画したものでございます。お示しの、北葛葉、葛葉中町地域の天満川左岸につきましては、隣接住民並びに自治会との協議が整い、暫定的な沿路整備やフェンス設置などの管理工事を年度内の完成に向けて行う予定であります。また、同右岸につきましては、
懸案となっておりました隣接者との境界確定が整いましたことから、今後左岸を含めた自然巡回路として天満川緑道の整備について検討してまいります。次に新名神高速道路にかかる併設橋および側道の実現に向けた環境整備についてお答えいたします。現在淀川渡河橋の整備実現に向けた整備効果の検証や技術的課題の整理等に関し調査を行っております。その内容につきましては、淀川新大橋、新名神併設橋を利用する将来交通量を予測するために、まずは本市並びに高槻市、島本町などを対象とした現在の OD、いわゆる出発および目的地点を含めた交通量の把握を行っているところでございます。この結果をもとに将来の道路ネットワークの形成や土地利用計画などを考慮した将来交通量の予測を行い、交通量の変化などの分析を行います。また橋を建設する上で淀川の河川管理上の制約とともに、橋の設計や施工など技術的な観点からの課題整理や、高槻インターチェンジへのアクセス時間の短縮効果や周辺道路などへの影響、整備効果についても検討を行ってまいります。このような分析検討と合わせて、地域間交流による町の活性化の観点、また災害時における緊急輸送路とのネットワークの観点、例えば、京都森口線の渋滞緩和やバスの定時走行が図れるかなどの効果についても合わせて検討を行ってまいります。今後これらの検討結果を取りまとめ、対岸の高槻市、島本町と認識を深めるとともに、連携して大阪府など事業者に対して整備を働きかけていきたいと考えております。次に新名神高速道路の現状でございます。事業者のネクスコ西日本では高速道路の本体設計を進めるほか、沿線ルート3カ所で待機の現況調査、指揮調査を行っているところでございます。また高槻側の宇都の吉原は、その環境保全に向けて専門家による検討会で現状調査や保全対策など今後数年かけて検討される予定でございます。本市では今後とも当該高速道路が地域環境に十分配慮して整備されるよう、ネクスコ西日本など関係機関と協議調整しながら進めてまいります。石田学校教育部長。はい。4、道徳教育の成果と将来展望についてお答えいたします。本市教育委員会では平成10年度から教育改革を推進する中で、心の教育の充実を教育委員会の重点目標に掲げ、道徳教育の一層の充実を図ってまいりました。本年度も道徳教育を核とした心の教育の充実を教育委員会の重点目標の一つとして取り組みを継続しているところでございます。これまで取り組んできた道徳教育の取り組みの成果といたしましては、子どもたちが周りの人に感謝の気持ちを素直に表す場面や、元気に挨拶する姿を見られるようになったことなどが挙げられます。今後も引き続き読み物教材等を活用して、創意工夫を生かした道徳の時間の実践研究を行い、保護者や地域の方々へ道徳の時間を公表してまいります。さらに参観後や PTA 主催行事等で保護者、地域の方々を対象とした道徳教育に関する講演会を中学校区で開催するなど、教職員だけでなく保護者や地域の方々にも道徳教育について関心を持っていただき、学校、家庭、地域が一体となってそれぞれの立場で子どもたちの豊かな心を育む取り組みを進めていきたいと考えております。岸政策企画部長。5、行政の事業展開における問題点についてお答えいたします。事業決定までの流れということでございますが、まず各部で実施しようとする事業につきましては、効果的な事業内容になるよう調整を図った上で、町内に設置しておる都市経営会議においてその実施について決定をしております。
また大きな事業になりますと、その事業に特化した町内委員会を設置し、課題整理などを行いながら実施に向けた計画を策定してまいります。その計画につきましては市議会にご報告するとともに、パブリックコメントなどにより市議会や市民からご意見をいただいてまいります。そうした経過の中で整えられた内容で事業を決定し、予算化を図っております。西口社会教育部長。はい。ラグビーの町枚方としての認識についてお答えいたします。東海大学附属行政高校につきましては、今年も含め全国高等学校ラグビーフットボール大会の出場は14回、優勝は2回、準優勝は1回でございます。上昇慶光学園高校につきましては、今年は大阪府大会決勝で敗退し、全国大会出場を逃しましたが、全国高等学校ラグビーフットボール大会への出場は19回、優勝は戦後初の4連覇を含む7回、準優勝は3回でございます。千葉議員。おのおのご答弁ありがとうございます。それでは通行の順序に従ってですね、2点再質問とそれ以外は要望を添えますので、よろしくお願い申し上げます。まず1点目の、浸水対策に伴う抜本的な計画白書の構築についてでありますけれども、今ご答弁されましたように、内水ハザードマップの情報提供活用、関係部署と協議検討を進めていきたいということでご答弁いただきました。これは市長さんには申し上げておきたいんですが、自然災害といいどもですね、同一場所で2回も3回も起きますと、やはりこの人災と言いたくなるんですね、市街にこもれた方は。ですから僕は冒頭申し上げましたように、やっぱりこの大きな荷物を背負っていただいて、約束していただいてですね、そしてやはりこの市民に向かってですね、実現にしてほしい。特にここを流れる天の川ですね、天の川の方が高いんです、地盤が。ですから、ポンプアップ以外はですね、不可能なんですね。もちろんシームレス方法で地下を掘ってですね、淀川に放流、自然化けすればいいわけですけれども、それは多額な費用がかかりますから、まあ、ポンプアップしかないと思うんですよ。そういうことで、これについては、いつ、どれぐらいの能力をですね、考えていられるのか、お聞かせいただきたいと思います。次にですね、天の川、天満川の抑動整備ですが、まあ、左岸の方はほぼ見通しがついたところで、今年度中にやるというご答弁いただきました。で、右岸の方も、地権者とのいろいろな難題がですね、もう課題整理がついたということですから、追いかけてですね、小山部長ね、事業展開するように一つお願いしておきたいと思うんです。それから、新名神高速道路がですね、だいぶこの調査研究が本腰になってきた感じが私は受けました。特にですね、国交省から戸田理事を迎えてますし、それから大阪府からですね、松尾参事、それから東芝小山部長と、もうベストメンバーがですね、もうようやく揃いました。ですから、これだけ揃ったの初めてです。私はもう、このメンバー見ただけで、あ、過去なかったことやなと、これでやはりこのスピードアップ、だいぶされてくるなという思いがありますので、どうか今申し上げましたご参議の方、さらにご自分に拍手をかけてですね、お願いしたいと思うんです。まあ、これは市長もですね、これは市長の政治責任もかかる僕は問題だと思いますよ。ですから、ぜひですね、人ごとじゃなくお願いをしておきたいと思うんです。それから、道徳教育ですけれども、冒頭言いましたように、子どもは教えないとわからないと、これは私の持論です。ですから、早く教えてやる、特に礼儀作法、これは道徳の分野ですから。でも今中学校特に卒業式行ったら素晴らしくなってきました。先生にですね、卒業授与された時、先生の前に通る時、直立不動でね、先生ありがとうございますと。私のは西中学ですから、他は知りませんよ。もう
ずっと見ておってですね、素晴らしい言葉になってきました。これは私は校長先生以下教育陣の皆さんに褒めたいと思うんですよ。朝からもう子どもたちの前におはようございますやってるんですと、あれがですね、完全にやっぱり浸透してきたと、このようなもんですね。ですからやっぱり親、地域、テイチャーがやっぱり前面に立って子どもたちに教えていくということがやっぱり大事だと思うんですね。そういうことで大変褒めてお褒めしておきたいと思うんです。それから行政の事業展開にかかる問題点ということで、これは市長さんにね、これは特に僕は言いたいんですけども、場当たり的な言葉があります。それから中途半端、あるいはこの頭をかくし尻かくさず、それもどれもこれも中途半端なんです。で、2、3例挙げますよ。北牧野の小学校が閉校しましたね。で、3分の1は福祉に使われているんです、ね、で3分の1は地域のコミュニティセンター、まあ、ミニ体育館とか集会所にね。で、3分の1残っとったんですよ。3分の1。僕はてっきりですね、だって小学校はどこでも第一避難所になるんですよ、ことが起きた場合。少なくとも3分の1ぐらいはですね、避難所にね、まあ、日常多目的な運動広場が整備されて、いざその時この避難所に住んだらとこ、もうそれは 200% そう思ってました。ただ市長、なんて言うの、民間の小出し業者に売ったんじゃないですか。これはいただけませんよ、これは中途半端。ね、それからね、西高校買いました、7億円で、ね、西高校、でずっと整備されて、いかがスポーツセンターという命名つけられて、今、活用されているわけですけれども、校舎残ってるんですよね。で、校舎は何にするんですかったら、倉庫にするって言うんですよ。地域の皆さんが、市民の皆さんが、多目的の運動してたら欲しいと、もう広場が欲しいと言ってるんですよ。倉庫欲しいなんて誰も言ってないんですよ。ですから、少なくともですね、後ほどまだ触れますけれども、少なくともこれもね、まさに私から見るとね、行政の事業展開の中途半端、ね、それからまだありますよ、いつも言われてます、東部の今度、公式野球もできると、野球場、これが整備と言ってますね、多くの議員さんがあそこに行くアクセスないんじゃないですかと、ね、基金でもう大変だと、それからバス一つもない、子どもたちはどうするんですか。マイカーしかもう今行きようがないんじゃないですか。それは大体交通機関を確保してからやらなかったんです。これも中途半端。ね。いいですか。それから今度給食センター、いいですか。出屋敷の、あれは多目的の運動広場なんですよ。知らないうちに用途展開しまして、我々議員にも相談しないんですね。それで給食センター作りますと。南部局長、なんて言ってます、ね、安全安心、おいしくてあったかい、これは弁当屋さんのコマーシャルじゃないですか、これは教育庁の言うこと言葉ですか、そこには教育の教授もないんじゃないですか。皆さん笑いますけどね、安心安全、おいしくてあったかいと、これはもう弁当屋さんのコマーシャルの何もでもないんじゃないですか、だから南部教育庁は弁当屋さんを経営したらいいんですよ。やっぱりね、教育長になったら、それじゃないけども、やっぱりね、全員喫食で、いいですか、全員喫食で、そうやって体を作って、そして勉強すると、みんな石川県の福井県でも、あれですよ、秋田県の八峰町でも、フィンランドでもね、食べ物、いや、フィンランド、私見てきましたから、みんな同じようにやってるんですよ、食べて、運動して、だから体力ももうトップですよ。まあ、ちょっと関連するが言ってるんですよ。だからこういうことも全部中途半端なんですよ。作っちゃいけないどこに作る、ね、それから磯島、あれも僕は前に指摘しましたので、市長さん聞いてくださいよ。磯島もあれは合築するって言いましたね。あそこの土地はあれですよ、調整空気なんですよ。もう何も使えない、売るもできない、使いもできない。だから僕言ったんじゃない、夏休み利用してあそこに作り直しなさいと言ったんじゃないですか。それも全然聞かへん。バジ豆腐って言うんですよ、バジ豆腐、ね、人の意見を聞かない。市長さんはね、やっぱり僕はね、やっぱり政治家ですからね、我々の意見、市民の意見を聞いて行政に反映していくのが、政治家は選挙あるんですよ。我々の意見を聞かないと選挙厳しいですよ。
だそういうことで、あえてですね、あえて申し上げておきたい。それから、6番目は再質問します。陽子は9回優勝で、それから4回優勝、準優勝してますね。せめてですね、専用ラグビー場が作ってやろうぐらいに言ってもね、僕は不思議じゃないと思いますけども、その辺の見解を垂らします。片岡下水道部長。はい。抜本的な浸水対策に伴う計画白書の作成について2回目の質問にお答えします。天の川への自然化けが困難な新安井川ポンプ場につきましては、現在の1分あたり約350リューベイの排水能力向上に向け拡張整備に着手しています。現在実施設計を行うとともに、事業用地の買収事務を進めているところです。用地取得については半数以上取得しており、引き続き買収交渉を精力的に行い、今後用地の取得状況を見極めながら拡張工事を実施してまいります。西口社会教育部長。はい。ラグビーの町枚方としての認識について、お答えいたします。市としての取り組みといたしましては、平成10年度以降、本市の高校が全国高等学校ラグビーフットボール大会で優勝した場合には、枚方市駅前での優勝記念パレードや報告会を行っております。また平成9年度に市政施行50周年記念事業として実施しましたラグビーカーニバルを毎年開催をしております。今後ともラグビー競技の普及と底辺拡大を図り、参加者はもとより見るスポーツとしても市民に楽しんでいただけるよう取り組みとともに、ラグビーの町枚方を広く発信してまいります。千葉議員。はい。それで2回目の答弁いただきましてありがとうございます。最後に要望を添えて私の質問を終わりますけれども、今片岡部長からご答弁いただきましたように、安井川はですね、やっぱりポンプ以外にどうしようもないですね。ですからポンプの能力アップしか必要ないんですね、どう考えても。ですからぜひですね、これも冒頭言いましたように、抜本的な計画白書ということですね。白書との意味は分かりますね。やっぱり現状をピシッと認識して、将来点をピシッと伸ばすのが白書なんですよ。ですからその私の質問のテーマに沿ってですね、一日も早くもたもたしない、もたもたせずですね、用地買収してください。それで早くポンプアップしてください。それからラグビーの件についてはですね、市長さん、西高校ね、西高校ラグビー場に、ラグビー場にしたらどうですか。ラグビー場に多目的に結構なんですよ。校舎は解体したら立派なスペースができます。ですからそれぐらいのですね、これぐらい子どもたちが頑張ってるわけですから、それぐらいの夢をね、子どもたちの夢とロマンをね、少々与えてやってください。文化ホールも大事ですよ。しかし子どもたちにこれだけの全国的な屈指のですね、子どもたちが頑張ってるわけですから、それぐらいの夢を与えてやってください。そのことを市長さんに最後もお願いいたしました。質問に終わります。ありがとうございます。これにて千葉誠二議員の質問を終結します。